どうも、ガブゲイスメンテの山です。どうも、中華スメンテのメガです。どうも、ウレルメンテ、キムジョンです。どうも、欲張りするんとです。欲張りする。じゃあ、欲張りするんと。欲張りするんとね。まあ、今回はですね、はい、まあ、味覚の秋ということで、まず食べる系の企画をね、あ、なるほど、あ、嬉しい、思いついたんですけど。なるほど、味覚の秋だからやるんやね、この企画を。なるほど。はい。まあ、いろいろね、ちょっと調理法が、日本にはね、あると思うんですけども。確かに。まあ、ありますね。はい、はい。今回やりたい企画はですね。はい。薬煮る、蒸す、揚げる。結局、どれが一番大食いできんの？はい、始まりました。あの、我々4人の胃袋の大きさが同じと同じです。毎回のごとく。まあ、一応、だから補正として、俺は今日朝ごはん食ってんやから。ああ。朝昼ちゃんと食べてきました。あーやばーい。ちょうどじゃん。お前がちょっと食ってきたで、ちょうど全員の、あの、家庭が微調整で、焼煮る、蒸す、揚げるやるんですけど、はいはい、これ冷静に考えたら、焼くって言うたらその野菜の水分子を飛ばしてるわけじゃないですか。はいはい、はい、ってことは体積的には一番食えるはずなんじゃないかな。なるほどなるほどね、なるほど。あの、まあ、質量保存的にも逆に煮るとかやったら水分を逆にこう蓄えてて、まあまあ、ちょっときついんじゃないかって。で、ルールは、はい、その野菜を 100g ずつ各々の調理法で食っていく。なるほどなるほどなるほど。で、その 100g を、じゃあ制限時間5分以内に食えへんかったら、もうそいつは脱落。お前結構苦しいって100g? 100g? 短期決戦、短期決戦やな、これ短期決戦。てか、そもそもの話すると量とかじゃなくて苦手かもしれへん。そもそもね、そもそもその野菜をそのあんまり味付けしない。あー、一応あのポン酢とかあるし。あー、まあポン酢、ポン酢大事やん。申し訳ってる。申し訳ってる。というわけで、やっていきたいと思います。メガイダマジモメジ、焼肉食べたい、嵐を呼ぶ、なんとか焼肉ロードみたいな。栄光の焼肉、栄光の焼肉ロード。はいはい。レレレ、ニラー、ニル、オリラ、アゲー、アゲー、アゲーって、アゲーかの、アゲーやわこれ。でも、ニル結構当たりかもしれん。さすがにこれ500以上は行きたいけど。500は無理やって、野菜単体で500食えるかって話を俺はしている。なるほどね。さあ、行くぞ。だし飲んでるな。あー、味ない。まあ、まだ味ないけど、まあ、ちょっとずつワンチャン、ワンチャンス。よし、じゃあ、揚げていきます。これ一気に全部仕込もう。おい、え、激まず。わー、バカだ、お前バカか、お前油広げろよ、お前。おいおい、バカ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 、お前、お前バカなのか、やっぱりお前は。お前は数学だけやってろ、ボケ。あぶねー。お前に文明の時期まだ早いって。もう怖いわ、こいつ。てか、よくよく言うまで、お前家燃えへんかったな、お前。揚げ物じゃないから、きつくない。浅い。なんなんあいつ、ほんま、ただ焼くだけやろ。何を油敷きすぎたんじゃん、お前。これが焼き、あ、焼きね。あ、ええやんね、お前。はい、これ焼くで、煮る。油敷きすぎないよ、ね、これ煮る。で、揚げね。揚げに見えへんけどな。揚げね。で、これ蒸し。蒸し、はい、蒸し野菜。じゃあ、まず1種目目。キャベツ。はい、グラム。はい。はい、食べていきましょうか。制限時間は、じゃあ5分。はい、5分。はい、はい。はい、じゃあまず、キャベツ 100g よーい、ドン。はい、じゃあ5分ね。まずっ。それまずくなるん、でもそれ。いや、だしは、はい、だしはまだましないけど、キャベツがむちゃくちゃまずい。じゃあ俺、いただきます。やばいやばいやばい、5分で食えるかな。あー、めちゃめちゃ甘い。うまくはないけど、まずくもない。あの、意外と5分短いな。いや、でもまずいんや、なんか美味しくないんや。あ、もう食った、早っ。はい、残り制限時間、2分30秒ですね。焼くと芯が残るんですよ。しかも20分しかないからさ。確かに。いやいや、なんできついよ、お前。なんできつそうな顔してる。飲み込むへんの、なんか。よし、完食。残り1分20秒。ベンガン君さ、お野菜嫌いなの。ベンガン君さ。はい。はい、ということで、まあ、とりあえずね、じゃキャベツ 100g 全員クリアと。はい、はい、いうことです。はい。焼き。
お前なんなんそれ。キャベツ謝るよお前。はい、じゃあ次かぼちゃいきますか。お、はい、じゃあかぼちゃで次。演者能力今 5% になってる。じゃあキャベツが美味しくない。キャベツを煮るという行為が、うん、美味しくない、ほんまに不適切。ほんまに美味しくない。これでまたかぼちゃってやったらまた合わへん。そうですね、そうですね。それぞれの調理法の適切なものってあるんやな、やっぱでも。今のって、あの、失格のやつですか。今のって、ちょっと失格のおやつだよし、じゃあ、第2回戦、かぼちゃ 100g、よーい、ドン。いただきます。まずは普通にいただきます。あ、うん。あ、キャベツより全然マシ。あ、そうなん。甘い。硬い。味が。あ、でもこの量無理かも。マジでうまそう。マジでうまそう。美味しい部分とまずい部分がある。さっきよりはマシってだけで美味しくないよ。なんで美味しくないんすかね。もう俺がかぼちゃ嫌いやから。俺が野菜を嫌いやから。そんな事情あったんや。野菜そんな好きじゃない。俺もじゃあ俺も好きじゃないよ。まずお前と一緒やもん。そうやで。全然好きないけど。そうなんやとか言ってた。ファファヤかぼちゃを量食べられへんねんから。なんでそんなみんな量食べれんねん。めちゃくちゃ多く、やっぱこれ水分持ってってんじゃかれてんじゃん。持っててんですね。その周りの水もなんか体積でかそうに見えるもん。ははは、行き出した。一点集中目がコンセントレーション。ねえねえねえ。あ、1え、1? 0なんで。はい。おっと、変な感動選手ここで失格。あれ、なんでこれはアウトやろ、これは。もう田中君、これどうすか、これ。うわー、セーフ。いや、むしろ、お前はもう、あれやぞ。悪い人いる。逆にな、もう悪い人いる。じゃあ、次のセーフ。セーフです。セーフ。セーフです。セーフ。よかったね、デンガン君、まだ食べられるよ。はい、というわけで、じゃあセカンドステージも全員クリアと。全員クリア、はい、よかったね。これなんかいじめてるみたいな。まあ正直あのさっきのキャベツの5倍ぐらいはうまい。それも量が食べられへん。うまくてそれだ。そうなっちゃうのよ。カリッとしてる方が食えます。あ、ネトってしてるから。ネトはちょっとやっぱ量食べられへん。まあ煮るってどっちかとネトに近い調理法やもんな。一番の敵です。今からがよっしゃ、いくぞ。はい、人参 100g、 よーい、ドン。これですね、一番の敵。めっちゃ芯残ってる。今回しいただきます。このさ、減ってない感じわかるかな。みんなきしょいんやけど。蒸し人参はかぼちゃよりもまとまりがあって、しかも美味しい。ちゃんとまとまりって何やねん。まとまりってどういう。まとまりとかいらんやの比喩。見た目が最悪だった。はい、ごちそうさん。がんばがんば、でんがんくん。ロッくんでーす。どうすかね、これ。ロッくんさん、判定お願いします。では、あと15秒あげる。15秒くれるって。15秒あるか。あと15秒あるらしいけどな。ほんまにお、きつい。じゃあ次。続行。今回ちょっと休憩ということで、はい、次は白菜行ってみよう。揚げはね、意外と有利かもしれん、この大会。揚げ物っていう、その腹、胃にもたれるっていう、まあディスアドバンテージあるんですけど、体積でいうと一番こう圧縮されてる。じゃあいきまーす。よーい、ドン。いただきます。あー、前の人参残ってる。かわいそう。かわいそう。全然うまいわこれ。よかった。口に入れた瞬間はキャベツなんですけど、うん、めっちゃ水分だから蒸発って言うんですけど。いや、もうそうそうそう、これちょっとな、うっとしいな。白菜っすな。はい、完食。完食しました。でも確かにな、量はなんか多く見えんねんな、白菜。あ、くみさん食った。うん。おめでとうございます。またモードモード。3、2、1、終了です。終了。これ野さんどうすかね、これは。どうって言ったね、これ野さん。どうしましょう、これ。アウトですね。アウト。殺してください。いやいや、これうまかったね、俺食ったけど。これもう美味しくない。全然美味しく感じない。
美味しい。普通に鍋のレタス、鍋の白菜じゃない、うん、めんつゆなのがちょっと不自然ですけど、でも美味しいです、うん、ずっと食ってるとほんま気象になってくるね。ほんまマジでマジで。はい、行きますよーい、スタート。いただきます。いただきます。いただきます。うん、冷めてるけど全然うまいっす。これな、水分持ってからなくちんだからな。この芋で結構くるかもしれん。食レポ。到着しました。完食しました。お疲れ様でした。はい、というわけで、第1セット終了。現状、焼く、揚げる、蒸す、残っております。第2回戦ね、調理タイム。なんか肉ずれみたいな感じになってました。キャベツ焼き忘れてました。おい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 。はい、それは許さねえぞ、俺も。もう時間切れでーす。もう生で食う。お前もうそれはマジで。あれ何してたよ。キャベツ焼き忘れてました。あれから2時間ぐらい経ってるからな。引き続いて、よーい、スタート。いただきまーす。さあ、2回目のお味はいかに。無人やん、お前。なんか居酒屋の居酒屋の月きみたいな。鳥貴族で最初に出てくるやつね。これ生がいっちゃんきついっす。当たり前すぎ。お前一番似合ってるで。4321終了でーす。これはどうでしょう。これはもちろんセーフです。おお、もちろんせん。もちろんせん。オッケー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 。よくやった。よくやった。生表情よかった。これは、まずいとかそういうのじゃなくて、顎が疲れてるだけですからね、これ。じゃあ次、かぼちゃいくか。はい。はい。よーい。ドン。よーい。よーい。3、2、1、終了でーす。よっしゃー。3、2、1、終了でーす。あー、食ったー。でん。なんか YouTuber8 人目にしてなんか一番大食い企画をちゃんとやってる気がする。めんどくせえこれ調理すんの。やばいよ、前代未聞やったな。これだるいっすけど。だるいっすよ。だるい。食べるのはいいんですよ。じゃあ、まあ、1種類だけにするじゃん。もう最後さつまいもでさつまいもデッドヒートする。さつまいもデッドヒート。さつまいもデッドヒート。というわけで3セットでーす。ちょっと調理がめんどくさかったんで、このさつまいもとかぼちゃの2品目になっております。これで決着をつけようという。この 400g でね。でちなみになんですけど、これ一気に揚げて半分こしようと思って 100g ずつ測ろうと思ったら、具合わせて 130g でした。つまり6割ぐらい、 40% の水が蒸発してるというデータが得られました。すごない？すごいですね。びっくりした俺マジで。揚げるってそんな効果あるんですか？それは結構有利よってなるよ。かぼちゃいきましょうか。なるほど。じゃあかぼちゃいきますよ。いただきまーす。いつぜーよーい、ドン。まーす。いただきまーす。まだいってます。ババンババン。金粉処理は正攻法なのかな。いや、そうなの。こいつアホなのかな、これなんか。ムスが何グラムなんてちょっと測ってみたいな。いや、もう全然変わってないと思いますよ。多分そうだよな。うん。ただただ組織が柔らかくなるという。組織が柔らかくなるってさ、具体的にどういう事象なのこれって。セルロースがいかれてんのこれ。ね。ね。どうでも、どうでもいいみたいな反応だったな。今結構俺学術的に結構お前に質問振ったなって我ながら思ったんやけどな。ああ、釣り的には何も面白くない。面白いやろ。最後の一切れでーす。はい、完食。はい、というわけでじゃあ全員1キロクリアー。はい、イエーイ。マジかお前ら。実質1キロもないんだから、水分飛んでるから、まあ、1キログラム分の野菜を、まあ、なるほど。じゃあいきまーす。さつまいも手についてー、よーい、スタート。マリオパーティーの結構マリオスタート。多分な、結構前からやってるかもしれない。誰も気づいてないけど。それ食い切ってもたらどうすんねやろな。そうなの。それはちょっと懸念してるんですよ。なんか今日だからちょっと食えてまう日なんや。スタート。マリオパーティーのやつ。2、1、終了でーす。わー、ノーコンテスト。わー、ちょっと実になってきたな。でもいいフレーズだな。本心からもうやめたいです。1200グラム目。よし、じゃあ行くぞ。まだいます。
今頃もうフォルクスのサラダバーないでもう。俺1200g目カボチーよーいスタート。これをするためだけに生まれてきた生き物。お前だったら死んだ方がいいんちゃう。だったら死んだ方がいいかも。さあ、だっていやこれティムの手の動きマジでロボットやった。昔すぎるそいつ。ただな考えづらいもんな何も。もう2、1終了でーす。しゃあクリアー。はいもう次行こうか。マジキッズマジキッズの大きな。もうやめたい。せんついてーよーいきたー。あーしゅーちゃん、僕ちょっと油断したら吐きそうなくらいお腹いっぱいしてんな。すごい今上におるな。5、4、3、2、1終了でーす。とてもかー。もうええんちゃうもうほんまもう今何割かちょっと言ってみて。各自今9割8分ぐらいですね。でも9割9分ぐらい、うん、7割ぐらいです。でももうだいぶ来ました。なぜムスが相対的に優れていたのか。焼あげるは基本的に水分を奪って硬くなってしまうんです。でも水分を保ちながら組織をほぐしていくことで全部柔らかくなるのでとても食べやすいっていう感じでどうすか。